ダルカッチャンラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるや皆さんこんにちは中見ゆきですこんにちはカッチャンです。 はいもう一目見てわかる通り今日は素敵なゲストを真ん中に挟んでるんですよねありがとうございますはい振動あやちゃんですはいシンガーソングライターの新堂あやです <laughs> よろしくお願いしますはい、まあねあのうちのラジオ番組ドクトルガッチャ、はい、笑顔で元気こちら聞いてくださってる方にはもうねあやちゃんはおなじみだと思うんですけれどもはい。はい、テーマソングを出してもらってます<ゃ>そうなんですよ、はい、ドクトル 作っていただいて、はいはい、じゃあかちゃんがちょっと紹介していただきましょうか、はい、もうね、うん、でもあの YouTube でもね、うん、もうおなじみの人いっぱいいると思うんですけど、うん、えー、本当にあの何回聴いても飽きない歌をね歌ってらっしゃる、まあ、シンガーソングライターのね、はい、あやちゃんなんですけど、はいまあ、知り合っても数年になりますけどねなんか、あのー、初めて会った頃と違ってすごく明るくなったよ。 そうですか。なんかさ、あの初めて会ったこといろいろ悩みがあったでしょそうなんですね。はい。で偶然ね、出会って。で、ね、まあ、それからね、活動もね、今すごく幅広くね。はい。もういろいろと。ね、出てますね。ありがとうございます。番組ね、ほとんどね。はい。ええ、それと、あの、まあ、ね、ライブもね、今まで私何回かね、お声をさせていただきましたけど。やっぱりね、あの、終わった後の。 ね、来られた、ね、お客さんの顔。 なんとも言えないねホッとした顔ね嬉しいですあれはすごくいいですねはいありがとうございますやっぱりねなんか怖い目でじっと最初見たりし人いいんだよねだけど終わった瞬間なんかねあれこの人人が変わったのかなって思う優しい顔になってみんな帰るんですよねありがとうございますはいあの今ちょうど新しいアルバムが完成したところではいこちらチラシありがとうございますかっちゃんえ私の中のコンパス というあの曲曲アアルルルババムムののタイトル曲なんでですけどそのアルバムができましたでこのアルバムは、かっちゃんがね、あやちゃん変わったよねって言ってくださったみたいにその、自分の道を生きるってどういうことだろうって私が体験してきたことであるとかあの、そんないろんな気持ちをエッセンスとして閉じ込めていまして、どんな年齢の方にもそれ、その時それぞれの悩みとか苦しみってあると思うんですけれども、自自分分の人生を自分で生をできないとやっぱり 人にも言われたし自分でもすごく感じてきたので自分の人生を自分の足でしっかり踏みしめて歩くってどういうことだろうということをテーマにアルバムを作りましたそしてその、えー、発売記念のコンサートが7月の27日土曜日に梅田のクラブクアトロというところでね開催されます全席着席でゆっくり聴いてもらえるライブなのでもし、えー、気になった方はホームページの方でね視聴もできます、えー、新しいといとう字御堂筋の 色彩の際で検索して、えー、ぜひ曲聞いてください、えー。ゲスト出演させていただく7月3日の回でも、はい、あの主張があの CD 流していただいているので、ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。はいね。 もう私もねあの必ずお伺いさせていただこうと思ってますけどね。ありがとうございます。うん、ま,またねこの YouTube ねあの、はい、下の字幕のところにね、はい、あのご案内もさせていただきますので。あ,ありがとうございます。はい皆さんぜひあやちゃんの声に癒されに行ってみませんか。ありがとうございます。<laughs> はい。 ラジオの方でもあやちゃんの素敵な歌声が聞きますよラジオ大阪 o b c 1314夕方え水曜日の夕方5時45分からお送りしてますそちらの方もぜひお聞きくださいねでは皆さんまたお会いしましょうさようなら